お疲れちゃんです。本当です。今日ですね、こちらのリークパーティーデッキやっていきたいと思います。というわけでね、すごいね、デッキだと思うんですけども、呪文がまず入ってませんで、もうリークカード大量みたいな感じかな。ほんともう攻めカードしかねえようなデッキなんですけども、まあ、実際ね、これ使われてるデッキで、まあ、このデッキをね、愛用してる方がいて、まあ、世界一桁二桁とか、まあ、よく言ってるやつですね。まあ、ちょっと癖が強いと思うんですけど、まあ、面白いデッキなので、はい、今日こちら紹介していきたいと思います。さあ、というわけで、やっていくんですけど、ペダルだったかな？なんかペダルみたいな名前の人が使ってるデッキです。さあ、ゴースティング来ましたね。で、もうこれはね、何なんだろうな。その、なんて説明すればいいのかもわかんないんですけど、もう、なんか物量、陸受け枯渇デッキみたいな感じかな。さあ、今回相手は、ゴースト1枚咲いたので、もうそれだけでね、このゴーストギが間がきつくなってる。で、ペッカ工場かな。で、なんかこのデッキって、その、陸受けがあるようで、まあなかったりするんですよ。だからこういう、なんだろう、意外と U の受けとかが、まあ U のゴーストなかったら受けれないとかが、まああるんですけど、もうそういうのは、もうしゃーなしっすね。受けれません。ガチで攻めだけをね、考えたデッキといってもね、過言ではないぐらい攻めカードしかないというか、まあ、攻めカードを、まあ無理やり防衛で使ってなんとかしていこうみたいな感じかな。もうゴリ押しです。はい。こう相手がね、こう攻めてくれるのは結構熱くて、もうこれで、さあ、カウンターすれば、ある程度ダメージ入るんじゃないかと思いきや、めちゃくちゃいいペッカ受けですね。さあ、エリババと、ゴーストペッカで受けられてるんですけど、さあ、ゴブドリがザップパーン打たれる。さあ、エレキか。で、まあ、あとはプリンセスとマジアチャで、ダメージ強しながらね、相手がラバとかバルーンとかでもですし、まあ、とりあえずね、これ、言うの来るかな。プリンマジアチャの延命ゲーかなと思いやす。ワンチャンさ、これ言うのに来ないから。あー、来ませんでしたね。辛い。このゴーストはもう受けれないので、まあもうゴースト許容でいいと思います。で、これはまたエリババで受けて、これまた同じ、さっきもあったな、この絵。で、これ相手は、ペッカ受けしたいと思うんでね。まあその間にもうダメージ稼ぎます。で、よいしょ。まあゴブドリ U の、なんかね、あとはハシマイマジアチャとかがあるので、ゴブドリオールブレイクかハシマイマジアチャか、とかがあるんで、意外と、なんか最後の最後の削りは地味に強かったりします。だからまあそれまでのなんか過程がね、意外と戦いづらいのが結構あるかもしれないんですけど、まあ、攻めはね、十分すぎるぐらいあるので、まあ、問題はどれだけ守れるかみたいなところはありますね。よいしょ。さあ相手のね、タワーが両方とも結構ミニにはなってるんですけど、まあこれあるあるなのが、確定ダメージがまあゴブドリの召喚時ぐらいしかないので、よいしょ。最後の最後削れずに負けちゃうみたいなことがね、あります。気をつけないとね。さ、頑張ってもらって、いや、親衛隊がね、ペッカに対してはさすがに熱い。もう、おとなしくしていこう、おとなしく。ここを変にシャシャるとね、終わります。まあ、言うのぐらいなら。と思いきや、いや、怖いよ。で、プリンとマジアチャがそこそこにね、相手からしてきついと思うので、さあ、プリンとマジアチャね、できるだけ出しながらの、さあ、これは、言っていいんじゃないでしょうか。で、ここで相手の逆サイドウォールブレイカーからの、この逆サイドみたいなね。さあ、両サイド攻めがね、さあ、強いデッキですよと、いわゆるグッドゲームです。まあ、このリークデッキなんでね、まあ、こういうリーク相手には、そこそこに戦いやすいんじゃないかなと思います。まあ、俺も、アキナ愛してるっちゅー。さあ、そんなわけで、よろしく。もう、ウォールブレイカー、セパしどくみたいなとこありますね。で、まあ、ゴブドリは、どうだろうな、防衛でも使えるんですけど、ああ、プリンセだな。まあ、エレジェイぐらいが来た時には、まあ、防衛で使ってもいいかなとかで、あとはね、エリババとかで、ユーテエレジェイも溶かせますから、よいしょ。まあ、ゴブドリも結構攻めでいいと思いますね。もう全部攻めなんですけど。いやー、今回ゴブジェイ PP 枯渇っぽいっすね。あれ？黄色いおじさんが久々に出てきましたね。プリンスコウモリ。いやー、これ走んないでほしいな。プリン頑張れ。いやこれ延命さしたいんだけどさ、ゴーストじゃタゲ取れなくてエリババ出すのもったいないなのさよならです。いや、プリンスゴルダイのコウモリか。いや、なんだろうね、とりあえずわかんないので
ま、街から行こうか。あー、で、この系とかにドリル使っても良さそうっすね。よいしょ。さあ、ゴブリンで受けてもらって、うん。まあ、なんだろうね、相手のデッキは。なんか、ゴブ JPP 枯渇のゴルナイバージョンが、まあ、一番濃厚ではあるものの、濃厚ではあるものの、わかりませんと。あ、なんかゴルナイ、足だけクルクルしてたな、今。ゴルナイガチで、ほんとに減ったっすよ。まあ、ゴルナイなんかいろんなデッキに入ってたんですけど、なんだろう。すべてのデッキに入るくらい万能だったのが、もう最近だとゴレぐらいにしか入ってないですね。ほんとゴレ専用カードって言ってもいいぐらいですかね。さあ、でもあれは親衛隊で受けるか。ね、プリンスも受けたいし、ジャイも受けたいので、こう見るとね、意外となんか万能じゃねっていう感じではあるんですけど、まあ、慣れてしまえば、そこそこに強いデッキだと思いますね。よいしょ。さあ、このね、もうマジアチャか、マジアチャか頑張るし、これなんで言うのこの後。あー、オッケー。でもプリンとかでちょっかい出しながら、マジでね、このね、プリンスの受けが地味にきついんですけど、もう俺なんかもうね、相手物量止まんなさすぎてさ、ね、ただ折れちゃってますけど、だってこれもうエリババさ、からのこのウォールブレイカーだわ。まあ、エリババも受けないといけないのに、ウォールブレイカーも受けなきゃいけないみたいな。しかも相手はライトニングで、全然止まんないよねみたいな。で、とどめを刺したいならここのマジアチャでね、射抜いてもよかった。だいたいライトニングザップなのかな。この、もうプリンセスどうにもできないですよ、ゲーミング入ってますね。でさ、親衛隊ね、ちょっとジャイガーは4体に固めてあげてね。で、マジアチャくらいこれ出してあげてもいい良さそうですけど、マジアチャでも、エリババでも何でもね、さあ、出してあげれば、鉄壁ですよ、と。まあ、いうことで、まあ、マルチ上位にね、行かれるデッキの分、さすがにね、デッキパワーはね、ある程度あんのかなっていう気はしてます。まあ、今、陸と来てるんで、まあ、陸デッキには戦いやすいのは間違いないんですけど、まあ、問題、空ですね。で、空って言っても、まあ、多分、ラバーディガーとかなら、まあ、なんとかなるんですけど、まあ、バルーンですね。バルーンがね、やっぱ厄介だと思いますね。で、バルーン飛ばされたら、まあ、マジアチャとかプリンで頑張るんですけど、確定で一発はね、ダメージ受けちゃうので、まあ、そこに関しては、ダメージ受けながらの、まあ、カウンターとか、まあ、すれ違いで、相手のバルーンのダメージはこっちを受けるけど、その代わりこっちの陸のダメージをね、相手にさせるかなと、痛い！危ない！重いやつ。で、アチャクイはゴーストで受けれたら一番理想ですね。ゴーストやっぱ消えるんだね。うん。よいしょ。やめて！おぉ！熱っ！なんとなくウォールブレイカー飛ばして。で、これは、まあ、しなくてもいいけど、ガゴも処せるなら、やり得な気がするマジアチャで、今回相手ジャイスキャラなので、まあ、ここの追加が、まあ、ないわけですよ。ガゴは着衣、ダクプリいなかったら、公園に作るのはスケートン部隊しかいないので、まあ、ジャイスキャラはね、ちょっと嫌ですけど、まあ、ジャイを速攻、エリババとかしからのスキャラは、まあ、ゴーストプリンとか、なんか適当に気合で守っていけたら、相手のスケルトン部隊の突破方法がね、ないんですけど、よいしょ。ここ、アチャクイとかで来んのかな？ガゴか？スケブか？そうっすね。で、ダクプリ、嫌っすよねーっていう。これ待って、アチャクイさ、何で受けようっていうガチ悩み。親衛隊でもいいんですけど、なんか相手がさ、ダクプリ思ってる状態だったらさ、ダクプリで美味しくいかれるかなと思って。なんか嫌でしたね。ここ早めに溶かして、まあ、スキラマジアチあれば収まるんですけど。やれ、犬来てーマジで。で、やらめ相手持ってるから、まあ、プリン別に出してよくて。さあ、からの暇言うの、最後はね、攻めマジアチャをして突破したいっすね。いや、このゴブドリがだから、さっきね、話したんですけど、良くないですよね。先般ゴブドリです、これ。負け筋です。確実に。まだこの遠距離系もね、相手のユニット化したら結構厄介だと思うんだね。弥生。マジアチャ残りますね。まあ、弥生で処されるものの、逆に相手は弥生を使わなきゃいけないっていう。さあ。
いや、これは美味しい。これガチで美味しくて、これなんならもう俺の勝ちですよ。あなたそんなことしたら、あ、そんなことしたら私の勝ちですよ、言うて、こうマジアチが働くか、際どいので、サボり野郎なんでね。これしかも、相手、ダックプリ咲いたんで、逆サイ行って、逆サイあれに、スケブとか使わないといけないんで、左側にね、ユーノとかさしてあげると、オーケー、リク受けが足りませんと。というわけで、まあ、超リク受け枯渇なんでね、まあ、だんだんとね、相手も苦しくなってくるよと。ナイス？まあ、呪文ないんでね、相手のスケラとか、あとはゴブリンバレルとか、結構そういうカードがね、すごい厄介にはなってくるんですけど、まあそこはもうほんとゴーストとか言うので許容しながらとか、マジアチャでね、ええ感じに耐えてとか、ほんとダメージ許容の、まあカウンター狙いって感じかな。さあ、はしまい小島場ヒースピはドヤン。いや、しかもさ、いやいいよ、よく耐えた。で、新鋭隊はね、まあ意外となんか相手が範囲攻撃とかすごい持ってるなら出さなくても戦えるっすね。それこそね、ゴブドリユーのウォールブレイカーとかで戦えるんで、まあ相手がきつそうなら新鋭隊使うし、全然きつそうじゃないなら新鋭隊出さないしみたいな、対戦相手によってあの出す出さない決めればいいと思いますね。なんかまあよくそのこのデッキを使ってるペダルさんがね、なんかやってるのはもうケツエリババからの端前新鋭隊チンパンはよく見ます。はい、でも、嫌です、されると。あ、これ、ヒースピのおかげで、ゴースト抑えられる。あっち。で、今回、三死かなこれ、もしかしたら。タルババ？さ、ユーノ強ですね。これ、なんならユーノがさ、入ってきたことによって、当たんねえのか。いや、これ、エリババを使うのはもったいない。いや、ここ、両サイ来たことによって、新兵隊がね、行きます。まあ、こういうことですよね。もう、新兵隊の使い道。で、なんならカウンターで、まあ、ゴーストいないんで、まあ、ドリルとかね、行きたくなっちゃうんですけど、まあ、言うのも行きたくなっちゃうんだけど、一旦我慢。さ、マジアチャがいる？あ、人力か。今回の相手。で、こういう足遅い相手のユニットには、まあ、足遅いね。マジアチャとか、まあ、それこそ言うのでもいいか。はいはい。呪文ないと厄介な相手は、まあ、できるだけね、自分の陣地というか、橋の真ん中ぐらいで受けてあげれると、なんとかなります。大体陸受けがね、そろそろないらしくて、はい、苦しんでますね。いや、さては、諦めの舞？いや、来ました。諦めの舞です。が、Wi-Fi 電波、親フラさよならゲー。OK! うーい！え、なんか、すんなり勝ちすぎてるんですけど、こんなに勝てるものなのかっていう。よいしょ。まあ、環境別になんか、ネクロとかね、そういう、すごい厄介な相手が流行ってるわけでもないので、逆に流行ってるゴーストのメガナイト系にもね、相性いいのかなと思いやす。さあ、もう少しね、きつめのやつと当たりたいみたいなのがちょっとだけありますけど、さあ、オールウェイカスセーパーして、プリンちゃん！いやー、来た、コカツちゃんだ。で、まあ、コカツとかも、マジゴブリンバレーの受けがないんですけども、もう本当にそういうのは、ゴースト言うので、受けれたらもう受けれたに入ります。できるだけゴースト言うので、受けたい。で、カウンターで端前新兵隊して、みたいな。でも、プリンセスがいようが今が関係なしの、ね、ゴブドリとユーノも追加して、みたいな感じでね、もう攻めだけを考えればいいかなと思うんですけど、まあ、相手が、縦線だったのがまたちょっと厄介で。さあ、俺ウッド使ったぞ。地味に受けにくい。さあ、優秀なプリンセスかと思いきや、一発入ってく。まあ、ここはもう一枚、そう、引き出させられるので、美味しいと。なんならここ今、相手、これにバルキリー使ってくると思うんで、このエリババがね、すごい厄介なはずなんですけど、めっちゃいいバルキリーやん。いや、めっちゃいいウッドやん。でも、ユーノ追加が上手くて、キング起動され、あぶね、今これキング起動されてたらさ、ガチでやばかったっすよ。てか、相手受けうま。で、いや、これに関しては、まあ、後からのプリンでいいんじゃない？なんならさ、ゴブドリウォールブレイカーまで行きたい自分がいるんですけど、これはね、やりすぎです。多分。LSP ウッドで全芝枯れとか。いい枯れないウッドはないんです、あなた今。で、ここは、端前止めとかないと、サンコスバレル来て、ターゲットがバレ切りに行って、大ダメージ受けちゃうとかがある人、ありそうだったんで、まあ、ゴーストいけねえにね。
いや、いいよ。いや、枯渇に勝てたらね、これそこそこですからね、本当に。さあ、まずは一本。相手もしかして。いや、マジ、今日の相手さ、目減らしかおらんや。ねえ、どんだけ減らりすぎじゃないですか、これ。もう相手、これに諦める。さすがに、まだ戦えるっす。だって僕ね、バレル、投げられるだけ言ったらしんどいじゃないですか。まあ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 。いいですよ、全然。嫌いじゃないですしね、僕はね。はい。メンヘラ対一、完了。さあ、ジェシーさん、よろしく。レジェンド付きのね。さあ、ちょっと強そうだな。オールブレイカーセーパーしてからの、プリンちゃんなので、ワンチャンミラー対決。はい、ウッド来たので違います。コカッちゃんかな。まあ、ここで来たらさすがにリババで両方受けるみたいなとこありますけど。さあ、コカッちゃんですね。まあ、マジアチャーは意外と相手には刺さると思うんですけども。まあ、ゴブドリはバルキリーとか、まあ、リババは縦の選手とか、で受けられたら全然ね、きついよねっていう話ですよ。で、これゴースト流しといた方がいい気がしました。やっぱ縦線とかちょっと突破しやすいのかなっていう。からのロケットとかなのかな。いやー、いいロケット、あれ？あれ？ロケット縛っていく。まあ、縛ではないか。で、ウォールブレイカーがね、バルキリーに刻まれていく。さあ、まあ、やるなと言われてるものの、別に俺は何もしてない。そこはちょっとね、そうなんですよ。僕別に何もしてないんですよ、今。ただ、エリババ出しただけなんですよね。さあ。いやーの、マジアチャで居抜きなっていう。居抜きたい年頃なんでね、居抜いちゃいます。でも、ゴブリンバレルは、受けれません。僕。はい。無理です。これ、マジアチャこういう雑に使ってると、枯渇相手には多分、鬼渋くなっていきそう。ね。なんかもう苦しいもん。まあ、プリンセスいない時の、なんか、端前親衛隊はちょっと強いと思うんですけどね。さあ、もうこのね、ここにゴブリンバレル飛んでくるだけでも、結構泣いちゃうぐらいね、嫌ですよね。さあ。もうエリーババで受けちゃいます。で、まあ、なんか、ええ感じね。ええ感じがわかんないんですけど、とりあえず飛ばしてあげて、前でのユニット次第では、射抜きたいが、これ言うのがさ、エリババ、お前、ドヤン。いや、ナイス。いや、射抜きてーけど、射抜きにきーっていう。でさ、ここはもうゴブリンバレルような、警戒してあげて、なんならもう、許容からの、さ、端前親衛手です。え、これです。今日僕が見せたかったやつ。で、あとは、フィーバーです。もう、いっぱいね、追加してあげましょう。よいしょー。で、これが全部ね、綺麗に守られるっていうのが、やばすぎー。バルキリー縦線。ガチで、バルキリー縦線、えぐくね。これ全部止まるんだよ。ね。さ、やばい。これで、ここまで行くのやばいよ。で、僕は、こうなった時に、逆サイドゴッツプランをね、今見つけました。逆サイがなきゃ、勝てないよね、プラン。で、逆サイで行っても、勝てないよね、プラン。やばい。やばい。頼む。さあ、無理です。さあ、というわけで、いやーね、めっちゃこう、いい感じではあるものの、やっぱ、バルキリー縦線とかね、鉄壁だと、ちょっときちいのかなと思います。えい。さあ、というわけで、まあこれね、ペダルさんが使ってるね、まあ親衛隊陸ゴリゴリデッキなんでね、まあぜひね、皆さんも使ってみてください。ということで、お疲れ様でした。まだねー。